どうも皆さんこんにちは。今回は加藤さんから出ている車間短縮ナックルカプラーボギー化車両配と、車間短縮ナックルカプラーボギー化車両黒を購入したので紹介していきます。今回カプラー交換をするのはこちらの車両です。コキ5万とタキ4万3000です。まずはコキ5万につけていきます。ちなみにコキには黒、タキには灰色を取り付けるわ。特に何もなかったのでカット。付け終わりましたので見ていきましょう。ちなみにコキは那覇府中駅カモメナックルカプラーを、タキでは加藤カプラー N 灰色を装着していました。これが交換前、交換後きちんと車間短縮できてるわね。次にタキ4万3000にも装着させていきます。こっちも特に何もなかったのでカット。今回も無事交換し終えました。交換前、交換後こっちもきちんと車間短縮されてるわね。あと話は少しそれるけど、実は前回のコラボはこの撮影中に決まって、撮影が終わった後にすぐコラボ撮影をしたので、滝の編成の中には加藤カプラー N と車間短縮カプラーが混じっていました。でも店長さんによると、どちらか一つに統一した方が良いとアドバイスをもらいましたので、皆さんも客車や貨車のカプラーは同じ編成で統一するようにしましょう。さて話は戻りまして、最後に走行してみて問題がないか確認します。牽引機は EH500 よ。カーブとポイントどちらも問題なく走行できてるわね。推進運転も問題なしと。今回はあとは走行シーンを流して終わりです。引き続き動画をご覧ください。
じひるみよ。